皆さんこんにちは。竹上雅人のまるまるな話、ナビゲーターの伊藤彩です。今日は三雲地区にお邪魔をしています。ちょうどですねこの辺りで竹上市長と待ち合わせをしているんですけれども、ちょっと姿が見えないんですよね。伊藤さん、こっちこっち。あ、これはこれは、どうもご無沙汰です。竹上市長、どうもご無沙汰。まず目に飛び込んできたのがこの衣装なんですけれども、これいいでしょ。いいですね、素敵、ね、はい、これはどういった衣装なんですか。これはですね、はい、特別に今日借りてきまして、アイヌのね、衣装なんです。これがそうなんですね。そうなんです。はい、とってもよく似合っていて。ありがとうございます。似合いすぎてちょっと誰かわからなかったですけど。ありがとうございます。はい、素敵ですね。はい、今日は何かこの衣装着てるということは意味があるんですか。私がですね、はい、この三雲でこの衣装を着てるということは、はい、今年の一番熱い男、松浦武四郎の話でございます。武四郎の話を今日はしていただけるわけですね。はい、はい、松浦武四郎の丸々な話を紹介したいというのが今回のテーマなんです。丸々な話、どんな話が聞けるのか楽しみですね。はい、はい、今日は丸一日松浦武四郎特集です。はい。ということで今回の竹上雅人の〇〇な話は、松阪市が輩出した偉人松浦武四郎さんを紹介します。まず2人は松阪市尾上町にあります松浦武四郎記念館に向かいます。とってもいい天気で良かったですね。はい、伊藤さん、松浦武四郎記念館にやってまいりました。ここですね。ここにはね、はい、もう松浦武四郎もこよなく愛する名物学芸人がおりまして、ご紹介しますよ。山本さん。はい、市長さん、伊藤さん、どうも今日は松浦武四郎記念館へようこそおいでいただきました。私、松浦武四郎記念館の山本と申します。で、今日はですね、はい、お二人が来られるということで、武四郎のキャラクター武ちゃんもですね駆けつけてくれました。武ちゃん、かわいいですね。伊藤さんね、はい、武ちゃんはね、実はね、今回またすっごい大役があるんですよ。何ですか。あ、まあ、ちょっとその話はですね、はい、ここではせずに後からじっくりとお楽しみいただければと思います。それでは今から早速記念館の中をご案内いたしますので、こちらからどうぞお入りください。はい、ありがとう、行きましょう。お願いします。ここ松浦武四郎記念館は、武四郎の功績を偲び、松浦家で代々大切に保存され寄贈を受けた武四郎ゆかりの資料を展示する博物館として平成6年に開館しました。多くの資料が国の重要文化財に指定されていて、展示室は2ヶ月に1回の頻度でテーマを変えて資料を展示しています。展示室ですよ、はい、武四郎さんの肖像写真と、はい、こちらに武四郎さんの等身大の人形を置かせていただいているんです。これが松浦武四郎さんなんですね。はい、そうなんです。思ってたより小柄な方なんですね、師匠。はい、松浦武四郎さんはなんと148センチ。ところがですね、もう沖縄以外の日本国中全部回ってる。すごい、ね、北海道なんか6回行っちゃってるんですよ。すごいですね。はい、まあ、ここで武四郎さんの凄さの一つをご紹介いただいたんですけれども、ここでですね、武四郎さんのクイズを皆さんちょっとしていただきたいと思います。じゃーん、松浦武四郎の丸々な話。イエーイ、パフパフ。ではちょっと待ってください、師匠。丸々な話ちょっと取られた感じがあります。取られた感じありますね。はい、でしょうか。はい、はいはい。それでは武四郎のですね、すごいところを3つ挙げておりますので、お答えいただきたいと思います。まず一つ目は、松浦武四郎は〇〇が上手だった。何だと思いますか。上手だった、うん、何ですかね。全くちょっと想像がつかないですけど、師匠、なんかヒントないですか。ね、はい、松浦武四郎さんっていうのはね、はい、もう旅をするときにこうメモ帳をね、こういうこうツールみたいなのがセットになったメモ帳っていうのをね、持っておりまして、はい、
至る所でねこうメモを取りながら、しかもね絵が上手だったんだね。えこういろいろ分かりました。はい、絵が上手だった。あ、いっちゃってちゃうね。いっちゃってるじゃない。あ、答えをまた視聴者すいません。思わず言っちゃった感じですか。はい、正解なんですよ。実は竹四郎は絵を描くことがとても上手だった人なんです。若い頃からですね、そうして絵を学んでいたということも分かっているんですけれども、あちこち歩きながらスケッチを撮り、そしてさらにそれをまとめて本にしてしまう。その挿絵も自分で描いたり、またですね、いろんな絵を残しておりまして、アイヌの人たちの生活を描いた絵などもありますので、まあ、この竹四郎さんというのは実は絵描きさんとしても才能を持っていた、それぐらいですね上手だった人なんです。はい、それでは第2問です。松浦竹四郎は〇〇癖があった。変な癖じゃないの？あのコップ飲むときに小指立てるとかですかね。あのね、実は、はい、伊藤さん、この松浦竹四郎記念館にはですね、うん、なんと国の重要文化財が1500点もあるんですよ。そんなにたくさんのものが残されてるんですね。はい、そうなんです。その中にはですね、はい、北海道を探検した時の記録や、そしてまあ先ほど紹介した竹四郎さん、絵が上手だったのでいろいろな絵が残されていたり、また石であるとか古いお金であるとか、いろんなものが残されているんです。いろんなものが残されていく。はい、松浦竹四郎さんはね、何でもね集めるのが大好きだったんですよ。わかりました。収集癖だったんですか？その通りなんです。また視聴者すいません、なんか答え言っちゃいましたね。はい、すいません。はい、優しいので、はい、正解です。で、竹四郎さんというのはですね、集めることが大好きでいろいろなものを集めてるんですけれども、それもですねやっぱり一流なんですね。集めたものの数々というのは非常に貴重なものばかりで、まあ、先ほどの古いお金やそれから石であったり、さらにはですねお経を集めていたり、絵やそして書や、さらにはですねいろんな人からもらったサインなんかもたくさん残されているんです。それが貴重な資料として国の重要文化財に指定されているということなんです。この松浦竹四郎さんがよくこう写真で写ってるこう首飾りあるでしょ、はいはい、あの石の一つ一つが全部違う場所の石なんですよ。はい、でそれでもって新しいこうレプリカを作ろうなんてもんならば、もう全部のその土地の石を集めてこなくちゃならないってことも大変なことなんです、ね。はい、もうマガタマのコレクターとして当時日本で一番というふうに言われてた人ですから、あちこちのものを集めてたんです ね。はい、それでは第3問、最後の問題ですけれども、今年は松浦竹四郎生誕〇〇年、いかがですか？伊藤さん、これ分かっちゃうでしょ。松浦竹四郎は幕末から明治にかけて活躍された方ですので、はい、なんでな分かんなくなってきた。200年。正解です。あら、また答えよ。まあ、実はこの竹四郎さん、1818年の2月6日に生まれて、1888年の2月10日に亡くなってますので、生まれてから200年であるとともに亡くなってからも130年、で北海道を6回探検した最後の探検からも160年を迎えるんですね。でもう一つあるんです。北海道という名前を提案をした人として北海道の名付け親となっているんですけども、その北海道の名前を考えてから150年を迎えるんです。というわけで、節目の年なんですね。はい、松阪市ではですね、今年は松浦竹四郎の生誕200年メモリアルイヤーということでですね、この200年の、実行委員会を作っていただいて、それでもう200年記念事業でドーンとやろう、こんな話になってるわけですよね。はい、山さん、そうなんです。
今年はですね、武四郎の生誕200年を迎えるということで、1年をかけて2月から記念事業を行っていくんですけども、その最初皮切りをするのがですね、オープニングイベントとして2月24日土曜日の午後に開催するイベントなんですね。でその次の日25日の日曜日は武四郎祭りも行いまして、そこで武四郎さんのお家を初めて皆さんにご覧いただくことができるようになるんです。また記念事業のホームページなども作っておりまして、全国に松浦武四郎を発信していく、そんな年にですね、生誕200年をしていきたいなと思っております。さあ先ほどは市長のスペシャルヒントもありまして全問正解でしたけれども、はい、おめでとうございました、はい、さあその後向かっているのはどちらなんでしょう、はい、これはですね、実を言いますと、はい、ここ、はい、松浦武四郎さんの誕生地はですね、この尾上町に残されておりまして、この200年に合わせまして今、2月にねリニューアルオープンということで、こう今改修工事やってるんですよ、ここ、誕生地がですね、松阪市の史跡になってまして、ここをこう少しね綺麗にこうしまして、で皆さん方に見てもらおうと、まあ、こんなことで、記念事業の一環でやっております。未だ工事中なんですけれども、今日は特別に伊藤さんにですね少し見ていただこうと、こんな話でございます。いや嬉しいです、お邪魔できるんです ね。じゃあ行ってみましょうか。はい、山さんではね、本当に工事をしているところで恐縮なんですけれども、ね、ぜひ中をご覧いただきたいと思いますので、はい、築200年経っている古い家をご覧ください、はい、松浦武四郎誕生地は尾上町の伊勢街道沿いで、松浦武四郎記念館から歩いておよそ10分、2月25日日曜日の第23回武四郎祭りで初めてお披露目されます。入場料は100円です。武四郎さんメモリアルイヤーの今年、ぜひ訪れてください。この誕生地のメインの建物がこの母屋なんですけれども、今からちょっと母屋の方をご紹介したいと思います、はい、こちらいろいろお座敷お部屋がいくつもあるんですけれども、はい、まあ、この中で一番まあ皆さんにご紹介したいのがこちらのかまどなんですね、はい、これは江戸時代のかまどを再現したもので、はい、この大きなですね3つのかまどで、煮炊きをし、ご飯を炊き、そしてお湯を沸かして、でお風呂に入れるような、そういう、はい、大きな樽みたいなのありますけども、はい、あの中にお湯を入れて、当時はお風呂に入っていたというんですね、はい、普通の五右衛門風呂とかだと下からこうね、そうなんです、温めるっていうイメージがありますけども、そうなんです、ここではここの大きなかまどで沸かしたお湯を、湯っていう形でこうお湯をザーって流して、そうして入ってたって言われてるんですね。なんかそういう当時の生活というのも垣間見えますね、はい、そうなんです、江戸時代に一体どのような生活をしていたか、でもちろん武四郎さんのお家ですから、はい、家の前を伊勢街道という古くからの道が通ってますので、旅の人たちが行き交う姿を見て旅を志していった武四郎さんの思いであるとか、武四郎さんが生まれた松浦家って一体どんなお家だったのかっていうことを皆さんに見ていただける、そんな場所なんですね。単純に言いますとね、ここでかまどで炊いたお米、はい、食べてみたいね。あ、もう実際に今回こだわったのはですね、はい、かまどを使うことができるようになっているというところです。これそうなんですか、はい、単なる復元ではなくて実際に使えるかまどなんです。ですからここで一度体験が、まあ、できるように、うん、火をですね使えるようにということで、はい、作っておりますので、夢ではありません。公開したらぜひ山さん、はいはい、ご飯炊いちゃおう。あ、そうですね、じゃあここで皆さんでご飯をまたいただければと思います、はいはい、お願いします。同じ釜の飯を、はい、いいですね、はい、さて今回は松浦武四郎についてご紹介してきました、今来ているこの誕生地、本当に広くてびっくりしました。素敵なところですね。でもね、本当にね、はい、私もね、ちょっと前に行ったんですけど、随分もうね綺麗に片付いてきましたね。はい、伊藤さんね、この先ほど行きました武四郎記念館なんかも、1日に1組はですよ、
北海道からお客さんが大体やってくるんです。もうすごいたくさんの北海道の皆さん方がこの松浦武四郎さんを本当にねこうリスペクトといいますか尊敬をしていただいてまして、それでたくさんの方がね毎日本当にね、はい、山さん来ますね。そうなんです。もう早くもですねオープンの2月25日以降で北海道からお越しいただく団体の方も、ご連絡をいただいてまして、はい、たくさんの方に来ていただけると思います。武四郎自身も北海道に行きましたけれども、今度はまた北海道からこの、ね、松阪の地に来ていただけるというのはまたご縁を感じますよね。私自身もその松浦武四郎というと北海道の名付け役っていうのはよく知ってましたけれども、それ以外にもいろいろなその、ね、面を今日は改めて感じさせていただきました。はい、あのね、今日はあのこう誕生地にいますからねちょっと話をしますとね、松浦武四郎は、一度、15歳だね家出を一回して、はい、16歳です、はい、16歳、うん、そしてあの連れ戻されてで、17歳からあの旅に出るんです。で、この人は面白い人でね、あのぐるぐる回って長崎でねあの大坊さんになるんですよ。でそこで、ロシアが北海道を狙ってるって、まあ、そんな話を聞いて、見ても立ってもいられない、自分で北海道行ってその調査をしなくちゃならんということで、帰ってきます。でその時に10年ぶりに、この誕生地へ戻るわけですよ。と、四男坊なんですよ、武四郎ですから。とこの放蕩息子がですね、10年ぶりにこの実家に帰ってくる。そうしましたら父母はすでに泣くと、こういう話でしても武四郎は泣き崩れて、そして、我が身の、まあ、親不孝を詫びてですね、まあ、そしてその思いを込めて北海道へ旅立ったと、こういう話です。非常にこう、少し悲しいけれどもやっぱりこう決意を新たにしてそこへ向かうと、こういうね、ここに秘められた思いというのは私はあるように思います。はい、そういうなんか強い信念があるからこそ成し遂げられたものっていうのもあったんでしょうね。そうですね、山さん本当にあの強い思いがあって蝦夷地を6回探査をして、で、まあ、歴史に名を刻んできた、そんなですね武四郎の旅の原点がこの武四郎さんのお家にあるということを皆さんに感じていただけるんじゃないかと思います。ぜひ皆さんにもこれを機会に、ね、はい、今年はなんと200年ですから、はい、という年ですから、はい、改めて皆さんにその魅力を知っていただけるといいですよね。そうですね、はいはい、ぜひとも皆さん来てくださいね、はい、ということで今回武上市長そして山本さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。そして次回も武上正人の〇〇な話お楽しみに。さようなら。